2024日本インターナショナルダンス選手権ジュニアスタンダードセクション優勝の吉岡瑛太、勝木リオ組です。おめでとうございます。優勝とお名前を呼ばれた時はどのような気持ちでしたか？純粋にただ嬉しいっていう気持ちが一番強かったです。感謝の気持ちでいっぱいでした。スタンダード種目ではどの種目が好きですか？または苦手な種目はありますか？全部の種目好きです。苦手な種目はない。はい、僕も全部の種目が好きです。はい、はい、お友達に社交ダンスを進めるとしたらどんな良さとか楽しさをお伝えできますかね？練習したことがこういう大会とかで成績に残せるから、そういうところで達成感とか楽しいとか嬉しいっていう気持ちが得られるので、ぜひ入ってみてやってみてください。ペアでダンスをするので、そのタイミングを合わせたりだったりとか、コミュニケーション男女で取ったりとか、結構楽しいので、ぜひやってみてもらいたいなと思います。はい、お父さんお母さんやお友達、ダンスの先生に向けての喜びや感謝の声を聞かせてください。今日とか、練習の時の送り迎えをいつもしてくれるお母さんに感謝の気持ちを伝えたいです。僕も、いつも、お父さんが、運転してくれてるんですけど、かなり、仕事もしてるんで結構疲れてる中、いつも頑張ってくれてるので、感謝を伝えたいなと思ってます。お母さんいつもありがとうございます。お父さんいつもありがとう。将来はどんなダンサーを目指したいですか？見ている人に、楽しそうだなっていうのを思ってもらえるようなダンサーになりたいです。自分たちの個性が出た、ダンサーになりたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。2024日本インターナショナルダンス選手権ジュニアセクションスタンダード優勝の吉岡瑛太、勝木リオ組でした。おめでとうございます。ありがとうございました。